競輪の世界にすごい怪物が現れた。滝沢正光28歳、デビューして10年、勝率5割以上、驚異的な数字である。身長180センチ、体重90キロ、太ももの太さ68センチ。日本の競輪を代表する若きスーパースター、怪物滝沢の出現とともに、今競輪界は史上かつてなかった激動の戦国時代を迎えていた。足で億万長者になった男、江戸高と鬼足と怪物。滝沢は3年連続1億円プレーヤー、今名実ともに頂点に立つ男だ。まあ、同期にはですね、あの自転車でオリンピックに出た人とか、あとはアマチュア時代輝かしい成績を残して入ってきた人とか、そういう素晴らしいスター選手がいっぱいの中で、自分たちが自転車が乗れないで選手になりましたもんですから、とにかくそういう人らに少しでも追いつこうっていう気持ちだけでした。滝沢の名を一躍世に知らしめたのは、5年前の日本選手権、通称千葉ダービー、地元での勝利だった。この日、怪物は自分の足の可能性を知った。今誰に一番報告したい？そうですね、もう知らしたい人がいっぱいで、はい、男の涙の陰には誰も知らない挑戦者としての意地があった。そして高き我が子の夢に向かって共に目指す父がいた。毎朝夜明け前に起きての朝練、滝沢親子の一日は激しいロード練習とともに始まる。父親がオートバイで先導しペースメーカーとなり、毎朝およそ40キロを走る。闇と静けさの中聞こえるのはオートバイのエンジン音と自分の両足が自転車のチェーンを回す音だけだ。怪物はひたすら父の背中を見続けながら長く苦しい練習をこなしてきた。スーパースターとなった今ももちろん変わることはない。競輪選手は自分の脚力を信用しない。知らず知らずのうちに少しでも脚力が鈍っていたら、それは決定的な敗北を意味するからだ。どうもお疲れ様でした。いや、今日はすごい、すごいですね。あれ、雨降った後はだいたいあのインバルマのあの蒸気で、でもうこの辺って全部、あ、そうです。切り上げちゃう。だいぶ前からやってます。ない、朝練ですか。朝練。あ、もう10年経ちます。これからもすぐ会社に帰るんですか。そうです。これから54キロ走るんです。父マスオ氏はこの後すぐ会社へ行き、夜9時まで働く。はい、落車したらあのまた後が大変ですから、やはりそれが一番心配です。滝沢家の食卓は奥さんの手料理で埋め尽くされる。桜でうまいね。実家から送ってきた。食べる量がすごいですから、朝からもう本当にこってりしたもの用意しないと。競輪には5大特別競争というのがあり、このタイトル全てを取ることをグランドスラムと呼ぶ。1988年11月、この時点ですでに滝沢は4つのタイトルを制覇。残る小倉競輪祭にグランドスラム達成の夢をかけていた。北九州市小倉は日本の競輪発祥の地。日本中から120人のトップクラスの選手が集まった。しかしここに滝沢に待ったをかけようと闘志をみなぎらせる男がいた。南関東の総帥と言われ東京の選手の親分的存在である山口健二。その走りは恐ろしいスピードで飛ぶ鷹を思い起こさせ、通称江戸鷹。もっといい選手がね、東京でもどん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 出てくればいいんだけど、なかなかね、やっぱり練習値が少ないからきついですよね、東京の選手は。競輪界の王者中野浩一も地元九州での天王山に勝負をかける。役者の違いを見せつけるか、ミスター競輪。そして
史上ただ一人のグランドスラム達成者井上重則は滝沢の最大の敵となるだろう。驚異的な追い込み、その切れ味の鋭さと恐ろしさをして人は鬼足と呼ぶ。鬼足井上は予選を着実に突破し準決勝、3着までが決勝に残れ、白の一番が鬼足だ。レースは 400m のバンクを通常5周から7周の間で競われる。普通選手が全力疾走できる距離は 400m が限度。つまり勝負の鍵はその力をどこで発揮するかにかかってくる。鬼足井上のレースを見る滝沢。やはり井上が1着、決勝進出が決まった。よし、次は俺たちだ。次の準決勝、怪物滝沢と江戸高い山口がいきなりぶつかることになった。お願いします。赤の3番が滝沢、その滝沢の後ろで7番車山口が激しい競り合いを演じていた。鬼足の視線も2人の強敵の走りへと釘付けだ。その時アクシデントが起きた。1台が落車転倒。怪物よ、江戸高よ、絶対勝ち上がってこい、鬼足がつぶやいた。またもや2台が立て続けに落車。逃げる滝沢を山口がマーク。滝沢対山口か。結果は山口が1着、続いて滝沢が2着、共に決勝進出。すごい、それやるな。頑張んなきゃね。頑張りたまじが。滝沢はグランドスラム達成にまた一歩近づいた。見たか俺。小倉競輪祭決勝、鬼足、江戸高、怪物、3人は一体どんな走りを見せてくれるのか。走りのプレステージ、ホンダニューレジェンド。好きと嫌いしかないもんね。そう、いろいろあってポッシェット、綺麗な色にどうも走っちゃうのよね。そう、いろいろあってポッシェット。ホンダプリモ店から。止めて。ミスター競輪中野浩一の二次予選。このレースで大番狂わせが起きた。白の1番中野は3コーナーから4コーナーにかけて走り下ろされ、最後の直線もどうにもならなかった。結果無念7着に終わった。世界プロスプリント10連覇のチャンピオンもあっけなく敗れる。それが競輪なのである。中野に続いて世界チャンピオンになったのが本田晴美だ。本田はしかしながら国内では未だタイトルを一つも取っていない。この競輪祭にかける情熱は並々ならぬものがあった。控え室の出口には必ず塩が置かれている。選手たちは自分の体と自転車とこの塩で清めるのである。本田は唇にたっぷりと塩をつけた。最終週この塩をなめ、一気に前方の車をまくりにかかる。そのまくりを人はターボまくりと呼ぶ。本田の準決勝、7番車本田が塩をなめターボまくりにかかった。第3コーナー最悪のトラブルが発生した。自分の直前の車が落車、避けきれず無念の準決勝敗退。時速70キロものスピードで転倒するから競輪の落車は本当に怖い。現在までの40年間に50人もの選手たちの尊い命が失われていった。しかしプロテクターやヘルメットの強化、競技ルールの安全性への改善などから59年以降の死亡者はいない。
決勝を前に滝沢は黙々と練習に励んでいた。ひたすらペダルを踏む以外勝つための方法はないと怪物は言う。あんまりこう正直言って強くなかったんですけどね、とにかく真面目に毎日自主トレもするし、筋力トレーニングとかね、ウエイトトレーニング、いろんなことやって、とにかく真面目でしたね。成績は前から数えるよりは後ろから数えた方が早いぐらい本当に出来の悪い生徒でした。競輪選手になるための方法はただ一つ、ここ伊豆の山の中の日本競輪学校にて10ヶ月学ばなければならない。怪物も江戸高も鬼足も皆ここの卒業生である。この学校そして生徒たちの目的はただ一つ、心と体を強くすること以外にない。彼はあの生活面でも、競争訓練面でも、ほとんど目立つところがなく、ごく普通の選手というような状態でしたですね。入校生110名おりました。在校中の、全生徒のうち49位という成績で、あまり成績も目立たないような状態でしたですね。ルールを守らなくて。どういうルールですか。まあ、内側から追い抜いてちゃったんですよ。罰則はもちろん、一日のスケジュールもかなりハードなものである。毎朝5時30分に起床、そして6時に朝礼。冬のどんな寒い朝でも外で行う。およせ、ブレシゲ。恒例のエッサッサで競輪学校の一日が始まる。厳しい練習、そして規則、この中で生きていけないものは競輪の道を進むことができない。しかし、やめていくものはほとんどいないという。8倍もの競争率を突破し、競輪学校に学んだ選手の卵。この先には実力のみがものを言う、彼らにはバンクという戦場が用意されているのだ。卒業生たちが記念に残していくトーテムポール。競輪の開催は通常3日間連続、その全てを勝ち進む3連勝が彼らの夢でもある。伊豆の山々にこだまする自転車の音、俺たちは走るしかない。ワコードたちは明日の栄光を夢見て走り続けるのである。一方、小倉競輪祭4日目。この日、競輪学校を卒業して3年目までの新人たちにより新人王決定戦が行われた。3年間に卒業生はおよそ300人。その頂点に立ったのは黒の2番車、茨城出身の22歳長谷部純也であった。3位に入った中竹の目には大粒の涙がこぼれた。苦しい学校時代、決して涙など見せなかったのはこの日のためだったと彼は語った。新人たちは勝つ喜びを知った。しかしこれで前途がようようと開けたわけではない。ここから日本の、そして世界の頂点を目指す戦いが始まるのだ。明日はいよいよ競輪祭決勝。怪物江戸高鬼足、その壮絶な戦いを象徴するかのように暗雲が立ち込めていた。競輪祭決勝の朝がやってきた。早朝より小雨がちらつくという悪いコンディション。この天候は誰に味方するのだろうか。枠順は1番怪物滝沢、2番鬼足の井上、5番が江戸高山口となった。昼になってさらに雨が強くなった。グランドスラムへの夢をかける滝沢、その夢を象徴するかのようにバンクに一瞬虹が見えた。
だ。滝沢の体全体から闘志がみなぎってくるのがわかる。グランドスラムということになりますと、他の特別競輪にとってもダメで、あの競輪祭を取らなきゃいけないってことで、まあ自分の競輪人生のまあ最後までの目標っていうんですかね、それを目標にこれからの競輪人生をやっていきたいなっていう、まあ一つの励みにしたいと思います。思えば10年間ひたすら走り続けてきた滝沢にとって、この日は自分の競輪人生の大きな節目でもあった。全てのことがこの日のためにあったような気さえする。しかし30度バンクには鷹もいるし鬼もいる。滝沢はグランドスラムを達成できるのか。俺が勝つ、誰もがそう信じ走るしかない。バンクは激しい雨によって一面が濡れひどい状態。どんなレースになるのか。スタートの合図とともに雨が今日に変わった。レースは競輪史上かつてなかった凄まじい天候の中進行した。白一番が怪物滝沢、それをぴったりマークする5番江戸高山口。濡れた走路に滑り、誘導員がコースアウト直後転倒というアクシデントの中、滝沢がグランドスラムへ向けて大逃げを追う。それをピタリとつける山口。鬼足はまだ最高峰にいる。そして第3コーナー、もがく滝沢。2番黒い鬼がやってきた。滝沢必死に逃げる。怪物江戸高、そして鬼足、直線三者並んでゴール。さあ勝ったのは誰か。滝沢のグランドスラム達成はなったのか。この時山口が手を挙げた。勝ったのは江戸高だ。マネ全然言えんの誘導国だ。誘導国ってすごい票でしたね。いや途中でさ、これやめてよかと思った。怪物は敗れた。タッチの差だった。夢が敗れた時、男は何を思っただろうか。結局怪物は3着、江戸高が優勝、そして鬼足が準優勝となった。戦いを終えた男たちは実に無邪気だ。さあ残すは一年の総決算とも呼べる競輪グランプリだ。小田さん、今日どうも何の話ですか。ああ、いえいえ、ランプに出たんですよ。あの人との勝負ですよ。怪物は次のグランプリを目指し猛練習に入っていた。まあ地元戦ということでね、頑張りたいなと思うんですけど、もう最後かなと思うんですよ、グランプリ出ないのが。競輪王となった山口健二には二人の女の子がいる。だん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 補充出しがいいなんて。今日は次女のゆりえちゃんが初めて自転車の補助輪を取った。江戸高の血を引く娘さんだけに自転車の素質はさぞかしと思ったが、どうもそううまくはいかない。
直に見たことないんですけど、うん、本当に見ちゃったらもう興奮しちゃってどうしようもないなと思うから、なるべく見たくないと思ってます。自分の持っているものすべてを出し切って、で選考にこだわって頑張ってみたいと思います。日本の競輪選手上位9人が文字通りの実力を競い合う競輪グランプリ。1988年のレースは史上最強のメンバーが揃ったという前評判だった。1年の最後を締めくくるすごい戦いになりそうだ。競輪祭で敗れた怪物滝沢はこの1ヶ月間ひたすら練習をしてきた。このグランプリにかけて江戸高、山口もターボまくりの本田もミスター競輪中野もそして鬼足井上も役者は揃った。この日井上の表情が普段と違っていた。井上はこの前のレースで落車し肋骨を痛めていた。十分な走りができないかもしれない。若きチャレンジャーとしてこの日にかけてきた男が坂本勉である。彼はロサンゼルスオリンピックスプリント銅メダルの実績を誇る本格派、通称ロサンゼルス超特急。そしてもう一人が馬場進である。馬場はデビュー以来ずっと滝沢を尊敬し、レースでも滝沢の後ろを絶対離れない執念の男である。滝沢にとってここは是が非でも勝ちたいレースだった。また一からグランドスラムを目指してやり直すきっかけとしたい。それがこの日の滝沢の心境だった。今回が最後のグランプリかもしれない、そう語った山口は競輪祭に続き2連勝を狙う。地元東京での開催、江戸の空にもう一度鷹が舞うか。競輪祭で落車した本田もこのグランプリにかけていた。そして負傷をして出場した井上。スタートだ。穏やかな馬場の表情が突然変わった。通称関東のマーク屋と呼ばれる馬場。この時滝沢の後ろを誰にも渡さずマークする、そうつぶやいた。白の一番が怪物滝沢。さあ馬場くんついてこい。初めから先行する滝沢の後ろに関東のマークや馬場がピタリとマーク。その時ロスの超特急坂本が2番の江戸高山口を連れてやってくる。さらに外にはミスター競輪中野、そして井上。滝沢と坂本が牽制し合ってラスト1周。この時滝沢に襲いかかったのが8番本田。馬場もピッタリ滝沢をマークする。さあ勝負の行方は。外から中野、そして大外からまたも鬼がやってきた。井上の鬼足だ。さあ直線、怪物か江戸高か。一番外から鬼足が来た。すごい足だ。グランプリは鬼足の頭上に輝いた。で巻くてもらったもんですから、もう最高です。で、まあ、あの前が混戦になりましたもんで、もうどうもおめでとうございました。どうもありがとうございました。やりました。悔しいや今回は地元だけに、うん、ゴルフ屋でね坂本に引っ張ってもらったんだけど、あそこまで抜かれたもん。まああの勝負どこでいい位置いたんですけど残念です。展開はどうしたの。展開は良かったですけどね。まあでも先行できなかったのは残念です。折れた、肋骨折れた。また、新
なつもりで一生懸命頑張りたいと思いますので、温かい声援をよろしくお願いします。